名古屋市図書館名古屋市港図書館名古屋市港図書館は名古屋市港区交楽にある名古屋市図書館の文館である。7巻目の名古屋市図書館として1967年4月27日に港区名港通り1丁目3番地の江北公園の一角に開館した。当地は工場が多く、その売園を防止するために開館時から冷暖房を完備していた。また、 会館にあたり社会教育協力委員、名校発展協会や地元企業から構成された建設講演会が組織され、冷房設備などの備品等が寄付された。会館当初の蔵書については、区内小中学校などを通じ調査し、それを参考に選書が行われた。これは名古屋市図書館としては初の試みであった。会館当初はワンルームシステムを採用したが、 増書の増加に伴い、閲覧室が共愛化したため、1971年4月に児童向け図書を2階に移し、小中学校室として分離したため、4年で終焉を迎えた。1975年には増築工事が行われ、一時休館を伴った。この休館に伴う措置として、貸出冊数の増刷や、 期間の延長、港児童館や港福祉会館などへの蔵書の一部、貸出し、内容支所会議室に内容文庫の開設、団体貸出しの活用、移動図書館などにより、利用者に不便がかからないようありと、あらゆる方策が実施されることとなった。平成に入ると、いよいよ老朽化が目立つようになり、建物自体の改築が行われた。 1997年10月24日には、広北公園芝生広場に仮設された、プレハブ2階建ての仮設図書館が開館した。1999年には、新館が開館した。2018年には近くに開業したララポート、名古屋港アグルスが、地域貢献の一環として、図書返却ポストを施設内に設置している。図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、 考え貸し出しには利用者登録が必要で、愛知県在住、在勤、在学者のみが可能となっている。ありがとうございます。